はい、良い子の皆さん、今日も検探隊の理科室の時間がやってまいりました。自分で飲む焼酎作ってどこが理科なんだよって言われちゃいますけどね。まあ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 、でもね、一応このほらアルコール溶液ね、アルコール溶液を使いますよ。それとこのあと火も使いますので、アルコール溶液と火を使うから、まあ理科かなと、理科だなと、理科で間違いないなと、そういうことで今回は検探隊の理科室でこの動画を扱わせていただくことにしました。でね、この5月の頭からかな、これこのコーヒー、これ検探隊グッズを1個買うと1個に1点これおまけでついてるんですけどね、コーヒーきまめですよ、コーヒーのきまめ、これね、こういうなんか能書きが書いたこの紙切れ、これがついて、コーヒー入ったこの小袋、これが検探隊グッズ1点について1個おまけとして送られていくと思うんですけど、コーヒー飲む人はね、これね焙煎して飲んでいただきゃいいんだけど、コーヒー飲まない人はどうすんでよってことになるでしょ。でツイッターの方で紹介しているように、これをまくとね、あの水につけておいて、その後土にまくと、ま、芽は一応出るみたいなんですよ。根っこが出るところまでは確認しました。まあ、かなり発芽率は低いですけどね。だからこれを全部こう土に撒いてしまって、コーヒーの苗を作るっていうのも一つの手なんだけどね。今回はそれとは別に、焙煎した豆を使って、自分だけのオリジナルの焼酎を作ってみようじゃないかと。こういう企画なんですよ。そんだったら焙煎した豆を最初からこの焼酎の中に入れりゃいいじゃねえかよって、そう思うんだけど、まあ確かにそうなんだけどね。それだったら手作り感がちょっと薄くなっちゃうでしょう。やっぱり検探隊としては手作り感、自分で作ったっていう感覚を大切にしたいんですよね。だからまあ木豆から焙煎した方がいいんじゃないかなと、こう思いましてね。でこのプレゼントね、このプレゼント、これっていうのは6月末あたりで一応終わっちゃう予定なんだけど、これ終わっちゃったらね、まだこう検探隊では普通にこう豆、こういう豆ね売ってますから、これは検探隊 PX で常時売ってるものです。こういうのを使って買っていただいて、まあ、買っていただいて、これを焙煎して、この中に入れていただけばいいんじゃないかなと思います。で、使う焼酎っていうのはね、高いものでなくても大丈夫。むしろ高いものでなくて、こういう香類焼酎っていうんですか、ただのアルコールを、まあ、天然水で薄めたようなもんだよね、これね、25%。こういうやつを用意していただければ、例えば大五郎とかさ、そういうのを用意していただければいいと思います。容量はだいたい700cc 前後の、まあ、瓶入りの方が使いやすいと思いますけど、こういうの安いやつを用意していただければいいと思います。で今回はこちらのね、このおまけでついてるこれ 15g なんですけど、この 15g の木豆を使って作っていくことにします。それでこのコーヒー豆ね、このコーヒー豆はこれはまだ焙煎してない木豆なんですけど、これを直接この焼酎の中につけちゃったらどうなのっていうと、これはねダメなんですよ。コーヒーの木豆っていうのはね、全然コーヒーの香りしないのね。味もコーヒーの味じゃないんですよ。もう青臭いね、なんかね、コーヒーとは全然別物。全然美味しくないです。だから、例えばこれにお湯をかけて抽出してもコーヒーにはならないし、焼酎につけても味が全然違うから、多分まずい焼酎ができちゃうと思うんですよ。必ずね、焙煎しないといけません。で、今回焙煎するのはね、これ。使う器具はこれです。これ、ほら。ね、このフライパン。このバッチーフライパン、このバッチくていいと思うんですよ。これバッチーフライパンでもって焙煎していきます。じゃあこのフライパンの中にね、準備としてこれをこう出しましょう。それでこのフライパンでこう焙煎するんですけどね、今回焼酎につける場合にはですね、少し深入りにした方がいいと思います。それでフライパンできれいに焙煎するコツは、とにかく火を中火から弱火にしてかき回しながら時間をかけてゆっくりと焙煎することです。菜箸などを使ってかき回しながら行うと、よりきれいに焙煎できます。それでコーヒー木豆の表面にはなんか薄皮がついているようで、この焙煎が進むとこの薄皮がね取れるんですよ。それでコーヒー木豆の中にいっぱい混ざってきます。これは息を吹きかけてふっと吹いてしまうと簡単に吹き飛ばして取り除くことができます。時たまこれをやりながら焙煎を進めていくといいと思います。このようにフライパンを傾けた状態で揺すり続けるという方法もあります。とにかく常に豆を攪拌しながら焙煎することが、きれいに焙煎を仕上げるための重要なポイントです。どうでしょう、
だいぶいい感じに焙煎できたんじゃないでしょうか。そうしましたらこれ火から下ろして完全に冷めるのを待ちましょう。それではこれ完全に冷めましたので、この焼酎の中に入れていきましょう。だいたいねこれ 15g なんですけどね、焙煎すると 12g ぐらいになりますかね。ちょっと目減りしますから、そのぐらいの量だったらこの焼酎のこの空き領域っていうんですか、この上にちょっとだけ空きがあるよね、ここにねうまく入ると思うんですよ。じゃあこれ線をねこう取って入れていきましょう。それでこの焼酎の瓶にコーヒー入れるのって結構焼酎の瓶口がね狭いから入れづらいですよね。そういう時はねこれをね利用するんですよ。これほらペットボトルの蓋の部分切ってね、こういうなんかジョゴみたいなものを作って、これをここにこうピッて当てがって入れてあげると結構ねうまく入りますよ。こぼさないで。おお、なんとかギリギリ入りました。すごいギリギリだ。ほら、ほらほらほら。でもなんとかこれなら蓋ができるよ。じゃあこれで蓋しましょう。はい、こういう感じ。ほら入った入った。そうしたらあとはこれを、そうだな、最低でも1週間くらい。まあできれば1ヶ月ぐらい寝かせた後に飲んでみると、コーヒーの香りが移って結構風味豊かな美味しい焼酎になるんですよ。